さあ、ここは神奈川県横浜市、相鉄温泉の横浜駅です。今回は、この横浜駅から相鉄線を全線乗っていきます。さて、この相鉄線には、各駅停車、快速、通勤急行、通勤特急、特急と5つの種別が走っていますが、今回はそのうち特急に乗っていきます。さあ、相鉄線の特急は、どんな運転形態で走っているのでしょうか。順番的には、横浜から海老名までの本線の特急に乗り、その後、湘南台から新横浜まで、泉野線と新横浜線の特急に乗っていきたいと思います。ということで、まずは相鉄温泉です。今回乗る電車はこちら。横浜駅17時9分発、特急海老名駅です。まず、相鉄線の特急は、メインは本線で走っています。もともとは、急行と各駅停車しか走っていなかった相鉄線ですが、1999年に快速の運転が開始し、2014年にこの特急の運転が開始しました。また、2014年から2019年までは横浜発着しか走っていませんでしたが、2019年から JR 線直通、および2023年からの東急線直通の開始によって、横浜発着は減りつつあります。運転時間帯は基本的に一日中走っていますが、18時台と19時台の運転はありません。さあ、やってきました。こちらが最初に乗る相鉄温泉の特急海老名駅です。横浜駅の折り返しで、今日は1万1000系10両での運転でした。相鉄線ではどの種別もどの車両が入る可能性があります。特に東急線直通の開始によって、短い8両であっても特急として運用されるようになりました。両数と直通先を気にしなければダイヤは組みやすくなるのでしょう。また特急は便にもよりますが、横浜駅は3番線から出発することが多いみたいです。なお、入線は発車の10分前くらいで意外と余裕があるダイヤで走っています。また側面の行き先表示にもしっかり特急海老名と表示されています。急行が赤色だったため、特急はオレンジ色になるようです。では、乗っていきましょう。横浜駅を発車。相鉄線全線を特急だけで乗り回す旅がスタートしました。まずは、この相鉄温泉の特急で終点の海老名まで向かいます。海老名までの所要時間は28分。快速ですと40分弱かかるため、これは大きな時間短縮になりそうです。この先、途中は西や二俣川、大和の3駅に停まります。電車は横浜の次は西屋に停まります。途中は平沼橋、西横浜、天王町、星川、和田町、上星川の6駅を連続で通過します。この6駅連続通過が特急では最も連続で通過する区間です。さあ電車は早速平沼橋を通過しました。この辺は横尾 JR 線が走っていますが、相鉄線は JR 線よりも駅間が短く、すぐに次の駅が現れていました。なお、相鉄線には有料電車が走っていません。特急含めて特別料金なしで乗ることができます。こういうところからも大手私鉄ではありますが、他社線よりかはコンパクトな路線と言えるでしょう。また、路線全体的にカーブが多いため、いきなりフルスピードで走ることはできないみたいです。こちらは西横浜を通過。この駅も各駅停車のみが止まる駅。ホームの上り側に車庫が併設されており、日時間帯を中心に電車が留置されています。相鉄線は路線長は短いですが、いろんなところに車庫があるところが特徴的です。そして西横浜駅を通過した後は、すぐに JR 線とはお別れして、カーブを曲がっていきました。JR 線も海老名は通っていますが、さすがに相鉄線経由で向かった方が全然近くなっています。さあ電車はこのまま踏切ゼロで高架を登って天王町を通過します。なお、日中時間帯は特急は30分間隔で走っていますが、各駅停車や快速は10分間隔で走っています。そのため特急に抜かれない快速の運転もたくさんあるようです。さあ電車はこの先もしばらくは高架区間を走っていきます。さあこちらはカーブを曲がってまもなく星川を通過します。この駅は
快速は電車の駅です。ホーム横に流通線が設置されていますが、特に電車は止まっていませんでした。なお星川駅は2面4線の大比賀の駅ですが、特に追い抜きはありません。特急は各駅停車と快速の間に走ることが多く、各駅停車が西山で先着することが大半であり、追い抜きは少なめであります。そして星川駅で高架区間は終わりです。この先には高速道路が通っており、このまま進みますとぶつかってしまうため、またさらに高くして越えることもせず、電車は地上に降りて通過していきます。この辺りは開かずの踏切問題もあると思いますが、歩道橋を多めに設置するなどして対応しているようです。そしてその先の駅が和田町駅です。ここまでの途中駅にはすでにホームドアが設置されていましたが、和田町駅はまだ整備途中です。相鉄線で残り設置されていないのは和田町、上吉川、海老名の3駅だけであります。なお次の上りの各駅停車ともすれ違いました。さて横浜支社から7分、電車は間もなく西谷に到着します。ここまでで各駅停車よりも6分短縮しています。距離にして 7km くらいですから、これはすごいことでしょう。なおこの駅は特急の運転開始当時は通過していましたが、都心直通が始まる2019年からは停車駅になっています。また現在は JR 線、東急目黒線、東急豊子線ともに直通の特急が運転されており、西谷からは特急の本数が増えることになるようです。なおその場合は横浜からの快速が接続していますから、横浜方面からも乗り換えすることができます。特に直通線は全体的に空いていますから、混雑緩和にはちょうどいいのでしょう。この電車は JR 線からの各駅停車海老名駅に接続します。こちらがこの先の通過駅への接続電車となるようです。西谷の次は二俣川に停まります。途中は鶴ヶ峰の一駅の通過です。この先の区間で通過運転を行っているのは特急とつく種別のみです。快速はここから海老名または湘南台まで各駅に止まっています。こう考えると特急の速さが伝わってくるでしょう。ただご覧の通りこの区間はカーブが多いですから、速度はそこまで出すことができません。駅を通過しまくるところが特急の醍醐味となるようです。こちらは鶴ヶ峰を通過。この駅は特急以外の全種別が止まる駅です。平日朝には通勤特急が走っていますが、そちらはこの鶴ヶ峰にも止まっています。鶴ヶ峰駅は1日の乗降客数が約5万1000人で、かなり多いことが特徴です。しかもホームが1線だけですから、朝ラッシュに多めに止まることで客さばきを行っています。上り電車が止まっていましたが、その先にも JR 線直通の上り電車が走行していました。この辺は相鉄線では最も電車が多い区間であります。さて横浜支社から12分、電車は間もなく二俣川に到着します。この駅は全種別が止まる駅です。また泉野線との分岐駅になっています。泉野線の特急については番組の後半で乗っていきますのでお楽しみに。ただ本数は少なく、メインはあくまで相鉄本線です。二俣川駅ホームは2面4線の構造で、ここで前の各駅停車湘南台行きに追いつきます。こちらは横浜駅は9分前に発車した電車です。この湘南台駅はこの駅で先ほど西谷で接続した JR 線からの各駅停車海老名駅とも待ち合わせを行います。そのため二俣川では7分も止まっているそうです。なお特急の通過駅へは引き続き西谷で接続した各駅停車海老名駅を待つことになります。さてここからは側面の映像に切り替えます。電車は二俣川を発車、引き続き相鉄本線を走行します。次は大和に停まります。途中は希望ヶ丘、三つ橋、瀬谷の3駅を通過します。なおかつて相鉄本線で運転されていた急行は、横浜から二俣川までをノンストップ運転を行い、二俣川から先は各駅に停まっていましたから、この先は完全に特急だけが通過運転を行う区間です。またこの辺は
相鉄線しか走っていないのに、ちゃんと優等電車を走らせて速達性を上げようとする試みはなかなか素晴らしいと思います。なお電車はまだまだ横浜市内を走ります。ただ駅間はちょっとずつ長くなるようです。さあ電車は坂をどんどん登って希望が丘を通過。この先通過する各駅はかつては全電車が止まっていましたが、今は特急の通過駅になってしまいました。しかも二俣川から横浜までをノンストップ運転していた急行の廃止もあって、現在のダイヤは若干不便だという意見もあるそうです。ただ相鉄は会社としては都心直通を進めてよりお客さんを増やしたいという意向ですから、こればかりは仕方ないでしょう。なお特急の速度は坂の影響もありますが、だいたい80キロから90キロくらいに抑えられていました。そしてまだ横浜市内ではありますが、マンションはなくなり、景色には一軒家や住宅ばかりになっています。相鉄線沿線は基本的に観光スポットがなく、地元住民からお客さんを増やすしかありません。だからこそ都心直通を行い、利用者の底上げを図りたいようです。こちらは間もなく瀬谷を通過します。この駅はホームは2面4線の太陽の駅です。特急の運転開始に合わせて太陽の駅にリニューアルしました。ただ特に追い抜きはありません。特急は便によっては前の快速を抜かすことがあるようですが、この時間帯は特急が独走するダイヤが組まれています。なお急行と特急が共存していた時は、急行が特急に抜かれることもあったみたいです。さて横浜支社から19分、電車は間もなく大和に到着します。この駅は小田急江ノ島線との接続駅です。江ノ島線とは改札を共用しており、2分あれば乗り換えすることができます。神奈川県内の私鉄ですと意外とこういう連携もあるみたいです。なお大和駅1日の乗降客数は約10万人、相鉄線では横浜駅の次に利用者が多い駅であり、乗り換え客、最寄り駅の人どちらも多いのでしょう。ホームは地下化されており1面2線の構造です。せやで追い抜きがないため、次の各駅停車は6分待ちとなります。なおこの電車はこの駅で2分ほど止まるみたいです。大和の次は終点の海老名に止まります。途中は相模大塚、相模の、柏台の3駅の通過です。ただいさえ路線長が短く、その上で通過区間があるため本当にあっという間の印象でした。またこの辺まで来ると横浜市を抜けてだいぶ田舎っぽい景色にも変わっています。さあ電車はポイントを勢いよく渡って、こちらは相模大塚を通過。この駅はホームの横に流通線が設置されています。ただこの時間帯は何も電車は止まっていませんでした。こんなに線路があるのに何も止まっていないのは逆にシュールに感じます。またホームは直線の構造で結構速度を出して通過していました。なかなか爽快な走りを見せていますと思ったら、その先の区間では前の電車に詰まってしまった区間があり、電車は急にゆっくりと走っています。現在は信号は変わり、再度少しずつ加速しているところです。今回乗った電車は U ラッシュ直前の特急ということで、日中とは少し違うダイヤの中走っています。その影響で止まってしまったようです。さあ電車は間もなく柏台を通過します。この駅は相鉄線の車庫がある駅です。西横浜柏台と路線の両端に車庫を設置しており、早朝や深夜もダイヤが組みやすいのではないでしょうか。なおホームは2面4線の構造ですが、太子線は車庫に出入りするための電車のものであり、この日もちょうど回送電車が止まっていました。二俣川までの区間は本数が多い相鉄線ですが、その先についてはそこまででもないため、瀬谷また柏台でダブルで抜かすことはありません。利用者的にも柏台で抜かれるくらいならば海老名まで逃げ切ってくれた方が良いでしょう。またようやく信号も変わり、速度も上げて走っています。そしてこの辺で厚木方面に向かう貨物線と分岐します。相鉄線は旅客電車は海老名までしか走っていませんが、貨物線が厚木の方まで結んでいます。
この貨物線は最終的には JR 相模線の厚木駅と接続しており、新車が導入される際はそこが使われるみたいです。横浜、厚木と JR 線の至近距離を走ることが多い相鉄線であります。さて、横�浜支社から28分、電車は間もなく終点の湘南台に到着します。この駅は小田急小田原線との接続駅です。なお、相鉄線の横浜から海老名までの最速は特急で26分で結んでいます。昔は24分くらいで結んでいましたが、現在はホームドアの設置によって停車時間が伸びて26分台で走っています。それでも快速だけで行くにはちょっと時間がかかりますから、特急はかなり便利でしょう。なお、終点の海老名駅は小田急線に近い2番線に到着します。これが相鉄本線の特急です。さて、移動してこちらは相鉄泉野線、神奈川県藤沢市の湘南台駅にやってきました。今度はこの湘南台から泉野線の特急に乗っていきます。泉野線の特急は本線のものよりかは本数が少なく、歴史的にも紆余曲折した種別ですが、今はどんな運転形態が取られているのでしょうか。ということで、今回乗る電車はこちら、湘南台駅18時32分発特急東急豊子線、地下鉄副都心線、東武東上線直通の四季行きです。泉野線の特急は横浜着では走っていなく、全部東急線直通として走っています。しかも運転時間帯は朝と夜だけであり、日中時間帯また深夜帯は走っていません。ただ種別としては2014年に設定されて、横浜方面への所要時間短縮を目指しましたが、実際の利用者が多くなく、2019年に一旦運転が終了しました。しかし2023年に東急線直通の開始に合わせて復活しています。ただこれはおそらく東急線直通で本数が増える分をせっかくなので特急にした形だと思われます。さあ、やってきました。こちらが次に乗る東急線直通の泉野線、特急四季行きです。湘南台駅の折り返しで、今日は東急の5050系10両での運転でした。東急線との直通電車については当然直通先の車両で走ることもあります。東急5050系は長く東横特急を担当していましたが、相鉄線でも特急として走るようになりました。他にも東武線や西武線では快速急行、さらに西武線では快速や準急としても走っており、多彩な種別で活躍する車両であります。行き先表示は紫色で特急です。これは直通電車は種別に関わらず色分けしているためであり、目黒線直通の特急電車は水色で表されます。では乗っていきましょう。湘南台駅を発車、今度はこの泉野線および新横浜線の特急で目的地の新横浜まで向かいます。新横浜までの所要時間は24分、日中の各駅停車が33分かかるため、本線の時と同じく10分弱の所要時間短縮となっています。短縮時間は大きいですが、そもそも利用者が少ないのがこの特急の課題です。この電車の車内もかなりガラガラでした。この先途中は泉の二俣川西や羽沢横浜国大に停まります。本線の時と同じく停車駅は主要駅に限られるようです。電車は湘南台駅を発車した後は一気に坂を上り、トンネルから地上に出ました。その後は高架区間を走行していきます。ただ速度はそんなに出ていません。こちらは夢ヶ丘を通過、この駅はユニークな駅名ですが、1日の乗降客数は約2000人と少なめです。ただ今後開発が進んで商業施設もできることから、駅のリニューアルも行っています。ただおそらく利用者が増えても特急の停車駅に生まれ変わることはないと思われます。それは次の停車駅でわかります。ということで、湘南台発車から5分、電車は間もなく泉野に到着します。この区間ではだいたい2分の短縮であるようです。この駅は全種別が止まる駅です。ただ1日の乗降客数は1万1000人で少なめであり、実際隣の泉中央の方が多いそうです。ただこの駅はホームが
2名4線の大塚の駅になっており、待ち合わせができるため特急が止まっています。この電車も向かい側前の快速横浜駅を追い抜きます。こうすることによって通過駅から上り方面への速達性を上げることにつながっています。後にもご紹介しますが、この電車はさらに前の快速にも接続するため、結果的には横浜方面もスピードアップになるようです。泉野の次は二俣川に停まります。途中は弥生台、緑園都市、南牧ヶ原の3駅を通過します。泉野線から新横浜線に直通する特急は、この3駅連続通過が一番の連続通過区間となるようです。なお、この区間はトンネルも多めですが、電車は結構速度を出して走っていました。こちらは弥生台を通過。この先の通過駅については特急の恩恵が全く受けられません。しかもこちらの方が泉野線では利用者が多いため、ちょっと不便に感じることがあると思います。また東急線直通の開業によって地価が上がっているのも、この泉野から二俣川までの区間となるようです。さて、湘南台発車から11分、電車はまもなく二俣川に到着します。この駅は本線との合流駅です。東急線との直通は、東横線からは主に泉野線、そして目黒線からは本線で直通しています。そのため海老名方面から東急線直通の特急は主に目黒線直通として走るようです。ただ1日何本かは運用の都合でそれが逆転することもあるそうでした。ホームは2面4線の構造で、泉野線発については3番線に到着します。ただ本線の電車含めて二俣川での接続はありません。ここは意外な点です。二俣川の次は西谷に停まります。途中は鶴ヶ峰の一駅の通過です。この区間だけは本線も泉野線も横浜駅でも都心直通でも同じ電車駅で走っています。なお、通勤特急は東急線直通では走っていますが、 JR 線直通では走っていません。これは通勤特急自体が東急線としか直通していない泉野線発でしか走っていないからであります。ただここまで見てきた通り、たった10年でこんなにも運転形態が変わっている路線もなかなか珍しいでしょう。こちらは鶴ヶ峰を通過、今回乗っている新横浜線方面の特急については、この鶴ヶ峰駅が最後の通過駅となります。電車は西谷を発車。西谷では向かい側前の快速横浜駅に接続しました。こちらは本線の海老名始発の便で、この接続を取ることによって泉野線から横浜方面も早く移動することができます。そしてここからは相鉄新横浜線に入ります。ただ新横浜線内は全電車が各駅に停まります。特急は通過運転をしたいところですが、 JR 線直通でも走っているためそういうわけにはいきません。ただ新横浜線は駅間が長く高規格であることから、速度は通過区間よりも速く走っています。さて、湘南台発車から19分、電車はまもなく羽沢横浜国大に到着します。この駅は JR 線との分岐駅です。相鉄新横浜線は今でこそ新横浜までつながり、その先の東急線まで直通できていますが、最初に開業したのは羽沢横浜国大までの JR 線との直通区間です。ただその頃から特急が走っていたため、東急線直通の開始に合わせて通過することができませんでした。もし通過するのであれば、さらに上の支部を作らなくてはなりませんが、そこまでするほどでもないのでしょう。なお、この駅は東急線直通でしか走っていない通勤特急も止まっています。ちなみに東横線直通と JR 線直通は同じ方向に向かっており、池袋行きは行き先でも被っていますが、特急で走るのは JR 線直通だけであるようです。東急線直通は各駅停車でしか走っていません。羽沢横浜国大の次は目的地の新横浜に停まります。この区間は途中駅はありませんが、今日一番の速度を出して走っていました。加減速性能が良い東急線の車両が最も活かすことができています。さて、湘南台発車から24分、電車はまもなく新横浜に到着します。この駅は東急新横浜線との境界駅です。東急線では
東横線で特急が走っていますが、相鉄線直通には当てられていません。相鉄線直通は急行時の運転です。そして今回の相鉄線全線を特急だけで巡る旅、相鉄本線、相鉄泉野線、相鉄新横浜線と合計 44.4km の短い路線ではありますが、全線全区間で特急が走っており、速達性にはかなり気を使っていることが分かりました。ただメインで走っているのは本線と新横浜線であり、泉野線はむしろレアな存在であるようです。さらに特急自体の歴史はまだ10年程度で浅いところもあり、特急の運転によって逆に不便を引き起こしている例もいくつかありました。皆さんも相鉄線に乗る際はこの特急にも乗ってみてはいかがでしょうか。乗ってきた電車は東急線内は急行として走ります。この新横浜駅では時間調整で3分ほど止まるみたいです。そしていつもでしたら発車の様子も見ていきますが、今回は別の企画の都合によりここで終わりにしたいと思います。相鉄線で一番遅い各駅停車に乗ってみた。次回は横浜駅から海老名駅まで相鉄本線で一番所要時間が長い各駅停車に乗っていきます。特急をご紹介した後に見る相鉄線の最遅確定、一体所要時間はどれくらいかかり何回抜かれていくのでしょうか。また各駅停車のみ止まる駅についてもじっくりと見ていきます。注目です。気になる方はぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。最後までのご視聴ありがとうございました。